るとお腹が痛いよね。もともと日本人はちょっと許可できない。でもね知ってる、お腹壊さない方法、牛乳カルピスで割る、これが僕の秘密。座り最高、ヨーグルトと混ぜてらしいもいいけどね、僕はやっぱり牛乳カルピス割り。無酸素の魔法でお腹も元気になる、美味しいトリックだよ、一度試してみて。一度試してみて。